竹内夏樹、工藤以来の快挙ならず。西武のドラフト1位左腕、竹内夏樹投手が8回0封でプロ2勝目を、大ファンだったソフトバンクから挙げた。チームは開幕から6連敗を喫していた相手。前回対戦では球団史上初の同一カード3戦連続のサヨナラ負けの屈辱を味わった。福岡出身の竹内にとっては子供の頃から大ファンだった球団。この日は憧れるのをやめて腕を振った。8回、ちょうど100球、4安打、8三振とほぼ完璧なピッチング。対戦したかったという柳田も2打席連続三振を奪うなど仕事をさせなかった。西武左腕の1対0完封がエラ1988年の工藤幸康以来36年ぶりの快挙だったが、まずは白星で十分。快挙のチャンスはすぐまた訪れる。しかし本当打てないな、タイムリーが欲しい連勝は無理だね。夏希ちゃん、ナイスピー。見返すと、パーする方が難しいくらいのリチャードさんのプレイ。アブレイユ、怒っていたよね。とりあえず一言だけ、打線は点取ってやれや。竹内、俺も将来ホークスに FA するぞ。西武ファン、それまでにうちに勝ちを置いてけよ。まさかのルーキーに連敗止めてもらえるとは。しっかりしろよみんな、情けないぞ。明日も勝つぞ、ライオンズ。アブレイユ VS 柳田のリベンジマッチ、痺れたなぁ。うのゼロ。得点取られなければ勝つ。当たり前だけど、やりきってくれました。ルーキーなんですけど。竹内素晴らしいね。打線もっと奮起を。結名士の仲間で登場してくるところがまたいいね。これが西武の竹内じゃあ、ソフトバンクキラーじゃ。国母が当たりくじ引かないんだもんね。当たりくじ引かねえんだろうか。よーし、ナイス竹内ちゃん、ナイス、明日も勝つぞライオンズ。この先発陣で最下位というのは、奇跡だな。ドラフトでバンクさんに取られなくて、本当に良かった。取られてたら今年のパリーグ、もう終わってたかもしれん。今日はソフトバンク打線が調子悪すぎたのがラッキーでしたね。本日もライオンズ打線は平常運転。ルーキーとは思えない、支配的な投球でした。素晴らしい。